はいあのそれでは3時4時までもう1分ほどありますけれどもあの始めたいと思います、えー、本日は、えー、福島県の内堀知事に震災6年の現状と課題を中心に語っていただこうと思います予定時間は1時間30分ほど知事のお話を聞いてあとは質疑という予定でございますのでよろしくお願いします私はあの司会を務めますあの朝日新聞の坪井と申ししますよろしくお願いします <laughs> じゃあ知事よろしくお願いします、はい、改めまして皆さんこんにちは福島県知事の内堀正夫ですまず初めに今日こうやって日本記者クラブで皆さんの前で福島のお話をさせていただく機会をいただいたことに感謝を申し上げたいと思いますまた今週末で東日本大震災からちょうど丸六年が 立とうとしていますこの間今日会場におられる皆さんをはじめたくさんの方々から福島があるいは東北が温かいご支援をいただいてきたことに対し御礼を申し上げたいと思います、えー、今日はこちらの方のタイトルにありますが福島の今について皆さんにお話をしていきたいと思います、えー、福島県は震災前 キャッチフレーズが2つありましたとても素敵なキャッチフレーズです一つは「美島福島」聞いたことがある方がおられるかもしれませんそしてもう一つは「ほっとする福島」どちらも震災前の福島をよく表す素敵なキャッチフレーズだと思います例えば福島県は皆さんよくご存知の通り非常に美しい 自然環境がありますまた素晴らしい歴史伝統文化さらにおいしい食こういったものにあふれたとても穏やかな県でしたその福島がある日を境に劇的に変わってしまいますそれが2011年平成23年の 3月11日です、えー、震度6強マグニチュード9.0という本当に大きな地震が福島を襲いましたそして海岸の方では大きな津波がさらに原発事故が起きました、えー、よく3.11という表現をしますが実際福島県にその後に マイナスの影響をもたらしたという意味ではむしろ3.123.143.15この3日間の重みというものは我々にとって非常に重いものがあります、えー、福島がこうやって大きく運命が変わってしまった2011年の3月それから6年が経過しようとしていますがその今の福島の状況を今日は3つの キーワードを使って皆さんにお話をしていきたいと思います一つ目のキーワードはこちら光と影です今の福島だいぶ復興が前に進んで明るいニュース増えてきましたしかし一方でまだまだ本当に難しいたくさんの課題も抱えていますその光と影の両方についてまず皆さんにお話をしていきたいと思います まずは光、明るいニュースです。こちらの地図をご覧ください。福島県全体の中で、今日3月9日現在で、今、福島県の避難指示区域はこのような状況になっています。この避難指示区域では、住民の皆さんが自分の家に住んで、自分の当たり前の生活ということをまだ取り戻せない地域が、 この避難指示区域ということになります2011年の4月段階この時は一番エリアが広かったんですがこのような状況になっていました今はある程度狭くなってきていますこれを具体的な数字で示しますと福島県全体の面積を100とした場合ピーク時は約12%の地域が避難指示区域になっていました今は5% 7%程度狭まったということになります。さらに今年の4月1日には大きな避難指示解除が予定されております。浪江町、富岡町等が予定通り避難指示解除されると避難指示区域の面積は残り約3%ということになります。この6年間で避難指示区域の面積がある程度小さくなってきたというのは 復興という面で見ると一つの前進だと思いますそして我々がこの6年間懸命に取り組んできたのは除染です身の回りの空間から放射性物質を取り除く大変難しい作業でしたがこれを数年間続けてきましたこうした除染とそれから6年間という歳月が経ったことによって 福島県内の放射線量はこのように落ち着いてきています避難指示区域を除いた通常のエリアの放射線量は世界各地の主要都市の放射線量と変わらない水準にあります次に農産物のお話をしたいと思いますえ福島県では農産物の安全対策この6年必死にやってきました それに加えて県産の農産物のモニタリング決済も丁寧に行っていますそして今その結果を見ていただきますと玄米あるいは海の水産物は昨年の1年間で基準を超えるものがありませんさらに野菜果実畜産物栽培きのここういったものについては3年連続基準を超えるものがないこういうデータが 実際のものとして蓄積されていますえまたインフラの復旧少しこちらを見ていただきたいんですがまず海岸堤防です震災直後はこのように堤防がズタズタになっていました今はこのようにきれいに復元されてきていますあるいは防災緑地見ていただくとこのように海水が浸った状態になっていますが現在はこのようにきれいに 整備されていますさらに公安を見ますと地震の被害でズタズタになりましたそれも現時点ではきれいに整えられてコンテナ貨物の取扱い量も震災前のレベルを超えるこのような一般的なインフラ復旧も進んでおりますまたソフト的なお話もしたいと思うんですが福島県温泉、異温泉たくさんあるんですが 例えば高湯温泉、野地温泉、ボバ幡温泉というこういう温泉地が、えー、旅行とかのランキングでこれ全部日本一になったところです日本でも非常にいい温泉だというお墨付きをいただいておりますあるいはお酒ですが福島県もともと酒どころで有名なんですが特に震災後 平成23年以降ですが、酒蔵さんたちが風評で苦しむ中、一生懸命おいしい酒作りに取り組みました。その結果、毎年、全国新酒鑑評会、新しいお酒のコンテストがありますが、そこで金賞受賞数、金賞は複数出ます。その金賞受賞数が4年連続日本一という快挙を達成しています。今年ももう1回 1位を取ると5年連続ということになりますので福島県が震災後逆境の中で美味しい酒造りを各酒蔵がしているから成し遂げる快挙だと思っておりますなんとか今年も頑張って5年連続を取れればわれわれの励みになるなということで期待をしているところでございますそして次は今度はお醤油なんですね 実はあのお醤油にも全国の品評会コンテストがありますが一番レベルの高い農林水産大臣賞って5つ出ますその5つの中の2つが福島県のお醤油をとる先ほどの日本酒もそうですが,、えー、醸造文化が優れていいるのかなと思いますこうやって2つ金賞をとるということはなかなかないのでこういったものも我々にとっては本当に嬉しいニュースになりました え今見ていただいた温泉、お酒、お醤油、こういったものはですね、大人、現役世代が頑張っているという一つの証なんですが、福島で今頑張ってくれているのは大人だけではありません。若者も大変頑張っています。次は若者の明るいニュースをご紹介したいと思います。まず一つ目は合唱コンクール、全国大会です。 福島県は非常に合唱が盛んでして、合唱王国福島という異名をいただいています。えー、全日本合唱コンクールの中学校部門で、郡山の第五中学校が史上初の4年連続2部門日本一ということで輝きました。実はこの第5中学校っていうのがポイントなんですね。もちろんあの会津高校、郡山高校、浅霞黎明高校、こういう高校も素晴らしいランクを取ってるんですが、 高校は子どもたち自分でで選んでいけますよね例えば合唱をやりたいという子は合唱が盛んな高校に行って合唱部に入るただここにあるような郡山第二中とか第五中は普通の公立中ですしたがってその学区にいる子が進学するわけですから別に合唱を特に目指している子が行ってるわけではありません ところが、この郡山ご中、非常に指導者が立派な方なんですが、しっかりと合唱の練習をして、その結果、4年連続2部門日本一という、なかなか他ではできない会議を達成している。え若者たちのこの頑張りというものに、我々は非常に勇気づけられています。次の若者の活躍ですが、今度は工業高校です。え国際ナノマイクロアプリケーションコンテスト。 まあ要はアプリの世界大会なんですがこちらはですねで彼らが世界一の賞をいただきましたでちなみに高校生のコンテストではありませんむしろメインターゲットは大学生世界の大学生や大学院生ですそういう先輩たちと競って高校生が世界一を取ったこういう明るいニュースが飛び込みましたで実は彼らが作ったのは多機能型防災ロボット おじいちゃんやおばあちゃんが自分の家で安心して暮らせるためのいろんな監視機能であったりお知らせ機能そういったものがついたロボットを開発をしてこのコンテストで世界一になったこんなニュースもございましたそして最後若者の活躍ですが福島市の中学生が地方創生担当大臣賞というものをナンバーワンの賞をいただきました 彼らが何を研究したかと言いますと福島市内の観光地を自分たちで調べてそして1泊2日2泊3日といったツアーで外から来たお客さんに福島市のどういうものを楽しんでもらったらいいのかということを研究をしてそれを訴えましたでこういった賞を立派にいただいているということもありましてえ我々も後押しをして実際に彼らが作ったツアーを 昨年、現実に観光コースとして作って、そしてお客さんに来ていただいて、で案内をこの子たちにやってもらうという取り組みもしましたえ。実際に中学生が自分の目線で一生懸命選んだふるさとのいいところを多くの方に知っていただく、えこういった取り組みも非常にいい、えー、ものになったかなと考えています。え以上大人も頑張っている若者も頑頑張張っってていいるる若者 というお話をしましまた、えー、福島プライド、福島の誇りというものをぜひもう一回輝きを増したい、そういう思いで懸命に取り組んでいます、えー、以上、明るい話をまずさせていただいたんですが、福島が明るい話だけかというと残念ながらそうではありません次は影、福島が今抱えている重い課題 つらい課題についてお話をしていきたいと思いますまず避難者の問題です震災から丸六年経ちました今の時点においても約八万人の避難者の方々が県内外におられますこの避難者の方がたくさんおられるという重い現実と今我々は向き合っておりますまた先ほどと同じ避難指示区域の 地図を見ていただくんですが先ほど縮まってきてよかったという明るいニュースとしてお知らせしましたしかしここには逆の側面があります12%の避難エリアが今年の4月には3%になるしかし問題は9%のエリアが避難指示解除されましたがそれで何か問題が片付いたわけでは全くありません 避難指示が解除されたからといって、皆さんがどんどんふるさとに戻るか、全然そんなことはないんです。もちろん、ある程度初期に避難指示解除をされた地域、例えば川内村、宮古地,地区等は、ある程度7割、8割、9割という方が帰り始めています。しかし、ここ1年2年で解除した地域は、まだ住民の1割程度しか帰っていない。そういう地域もあります。 あと、今年の3月31、あるいは4月1日に解除する地域もおそらく非常に出足は悪いと思います。やはり震災から丸6年という長い期間が経って、その期間、他の地域で暮らしておられた方が直ちにふるさとに帰るということにはなかなかならない。したがって、ここの9%の方々、避難指示が解除された地域の方々に対して、どういう 対策を講じててて人でも多くの方が安心しし帰っていただけるるようにするかむしろ避難指示解除はゴールではなくてスタートラインなんだということを我々いろんな場面で申し上げております、えー、こういった避難指示解除の区分が変わっていくことによってまた新しい問題が生じてくる課題が生じてくるんだということを知っていただければと思います次に 福島第一原発の廃炉の問題についてお話をしたいと思います。福島の第一原発、皆さんよくご承知の通り、これから使用済み燃料を取り出したり、溶け落ちてしまった溶融燃料、デブリの取り出しという非常に困難な作業を長い取り組みとして続けていかなければいけません。え次は農産物の問題です。 先ほど福島県産の農産物安全性が担保されてきましたというお話をしましたしかし今もなお例えば福島の名産の桃お米牛こちらを見ていただくと福島県産の価格と全国との差が依然としてあります安全はきちっと確立していても残念ながら価格という面で明らかな差がついたままになっています また、福島県産の農産物はちょっとねという方がやはり全国におられますえ。こういった風評の問題というものをどうやって解決していけばいいのか我々はいつも悩んでいます。また同じ問題が観光にもあります。福島県え、先ほど言ったような美しい自然環境や歴史伝統ありますんでたくさんのお客さん来ていただいていたんですが 震災後ななかなか伸び悩んでますデステネーションキャンペーン大型観光キャンペーン等も毎年のようにやっていろんな手を打っていますが今もなお震災前比で9割を切っているという状態ですで特にやはりなかなか回復しきらないのは子どもたちの教育旅行修学旅行等ですねでさらに外国人インバウンドの回復率もなかなかいい形にはなっていません 特にインバウンドは全国が今劇的に伸びてますよね。それに対して福島はまだ震災前のレベルにすら戻っていない。こういう厳しい現実があります。さらにもう一つちょっと質の違う大きな問題があります。それは福島県で人口減少が急激に進んでいるという事実です。この6年間で 福島県の人口は202万人から190万人12万人減少しましたこれは全国でもトップクラスの減り方、まあ、ワーストクラスと言った方がいいんでしょうかねそういう減り方をしていますでただこの人口減少は2つの要素に分けて考えるべきだと思っていますまず1つ目は震災原発事故がなかったとしても福島の人口は減ります 大体これまでの推移で言いますと1年間で約1万3000人程度減っていましたのでかける6年で約8万人程度の人口減というのはあの3.11がなかったとしてもやはり減っているんですしたがって逆にこれ12万人から逆算しますとまあ逆に引き算した残りの4万人程度が震災原発事故の影響で減ったという見方もできますただいずれにしても12万人という 県人口が減った人口というのは県を活力を表す一番大きな指標でもありますこの人口減少の問題というものが我々にとって非常に重い影となってのしかかっています次に2つ目のキーワードに入りますそれは長い戦いですまた第一原発の話に入りますが最近第一原発の関係で2つ 重いエピソードがありました昨年の11月、えー、震度5弱の大きな地震が発生して震災後初めて津波警報が出ましたあの時に福島第二原発で使用済み燃料プールの冷却装置が止まったあるいは使用済み燃料プールの水が漏れたこういうニュースが駆け巡りましたその結果何が起きるか実は福島に戻ってきていた修学旅行がまた全部キャンセルになる そういうい影響がダイレクトにきます。そしてまた別の形なんですが、えー、皆さん最近よくニュースでご覧になったと思いますが今 1F の2号機の内部調査懸命に行っています、えー、その結果炉内の状態が若干ではありますが分かってきましたデブリの状況あるいは空間線量、ただあの時に 650シーベルトあるいは530シーベルトというものもありましたがそういったものが非常に一人歩きして大きなニュースで世界中駆け巡りましたその結果何が起きたか世界ではあたかもこの炉内の状況が分かったことが福島県の周辺の環境一般的なエリアまでまるで線量がぐっと上がったかのような報道がなされましたそれは事実ではありません 中の状況は分かっただけですからところがどうしてもこういった数字が強く出てしまうことによってまた新しい誤解偏見を生んでしまうこういったものとも我々は長い期間戦っていかなければいけませんまた人口減少の問題も先ほど言いました通り高齢化に伴う構造的なものです自然体でいくと福島県の人口どんどん減っていきます 我々は施策を講じて、なんとか減るスピードをとどめたいと思っていますが、これもやはり長い戦いとなります。それでは、福島が抱えているこの影を薄めていくための長い戦い、どういうキーワードで臨んでいくべきか。3つ目のキーワードはこちら、挑戦です。前例のない状況に直面しています。であるからこそ、前例のない状況には新しい取り組みを どんどん挑み続けなければいけない。ということで、我々は二つの計画を作りました。一つは福島県の復興計画。もう一つは人口減少に対応するための福島創生総合戦略です。まず一つ目の県の復興計画は、10の重点プロジェクトを立てて、これを進めていく中で福島県の復興を進めていこうというものです。そしてもう一つは、 この創生総合戦略、7つのプロジェクトを掲げて、これによって人口減少を何とか抑えていこう。こんな計画を作っています。そして、この計画を進めていくときに、実は大切な3つの視点があります。今日はその3つの視点を具体的な事例を取り上げながら、皆さんにお話をしていきたいと思います。まず、1つ目の視点は、イノベーション。 確信です。福島、前例のない状態に置かれていますので、やはり思い切った大胆なプロジェクトが必要です。その一番代表的なプロジェクトがこちら。イノベーションコースト構想です。福島のこの海側の地域、浜通りと言っていますが、この地域は地震、津波、原発事故、風評、まさに複合災害をダイレクトに受けている地域です。この地域を 劇的に変えていくために、廃炉を進めるための国際産学連携、ロボットの開発実証、エネルギー、農林水産業、リサイクルなど、新しい産業を作る。こういう国家的なプロジェクトを現在進めているところでございます。その中で、ロボットテストフィールドの話をご紹介したいんですが、福島県の南相馬市浪江松に50ヘクタールという広大なロボットテストフィールドを作ります。ここで 日本だけではなくて世界でもトップクラスの新しいタイプのロボットを作る。こういった構想を現在進めています。そして2020年にはワールドロボットサビットをこの地で開催をして世界のあるいは日本のトップクラスの研究者あるいはロボットに興味のある若者に集まっていただくようにこの取り組みを前に進めていきたいと考えています。またこういうロボットの仕事 ロボットの技術というものを我々の避難区域の身近なところに作ろうと使おうということで今地元の企業たちが一つ面白いプロジェクトを進めていますそれはイノシシ対策です今避難区域は人々が住んでませんので野生の動物が自由に動いていますこういうイノシシたちをなんとか駆除していくあるいは追い払わないと安心してふるさとに帰ることができません そこで、ドローン等を使って自動で飛行しながらイノシトを発見すると音や光によって脅かして人里から少し離していくこんなプロジェクトを今地元の企業等が中心になって進めていますこれがイノベーションの一つの例であります次に二つ目の視点リノベーション あまり聞き慣れない言葉かもしれないんですが、修理、改造、修復と日本語で言います。もうちょっとわかりやすく言いますと、ないものねだりじゃなくて、あるものをどうやって生かそうかというのがリノベーションの発想です。そこで一つ具体的な事例、合図の事例を皆さんに見ていただきたいと思います。こちらは北方市にあるスキー場です。普通のスキー場です。スキー場ですから、 冬場は、まあ若干お客さん来ます。これ実は一番多い時の写真で、そんなに混んでるわけではありません。まあ冬場はスキー場で使われているんですが、春、夏、秋は人が来ない。そういう場所でした。この場所をもっと有効に使えないかと北方市の人たちが考えました。人を春、夏、秋も呼べるようにしたいな。じゃあどうしようか。けど、市にはそんなに予算がない。ということで、 じゃあひまわりを植えてみようでひまわりを職員の力でみんなで植えてみたらどうなるかなということで数年前にひまわりを植え始めましたその結果今夏はこのように約200万本のひまわりが咲き誇る素晴らしい花畑になりました200万という数字は福島県のもともとの人口です彼らはこのひまわりの花のようにまた福島の人口を戻るといいな そんな思いを持って手植えで素晴らしい畑を作りましたさらに夏だけじゃなくて他の季節もということで春は菜の花を植えますこのように美しい花畑ができるとどうなるかお客さんが当然来ますそしてお客さんがですね特に来られる方が結構やっぱアベック多いんですね若いアベックもいますあと年配のご夫婦もおられます その方たちのために幸福の鐘というものを作りました。これ何の言われもありません。単なる鐘です。ただ、この鐘を鳴らすと幸せになれるという伝説を作ってですね、いろんなところで PR したら、やっぱ皆さんがここに来て、とにかく花畑見ながら鐘鳴らそうっていう形になって、ブームになってきました。で、なんてことないひまわりをつく植えた、菜の花植えた、鐘を作った、これによって、 みみんんななが行っっっててよううかいモチベーションを作ったんですさらに、えー、もともと山小屋レストハウスがあったんですが冬しか営業してませんでしたところが今このクララは春も夏も営業するようになってひまわりカレーひまわり焼きそばひまわり冷麺いろんな特殊な商品を作りました味もおいしいです、えー、こういったものを売ることによって皆さんが当然このお店に立ち寄るあと周りにも店頭小屋ができて 地元の産品だったり工芸品を売って多くのお客さんが来るようになりましたこのように夏場春お客さんが誰も来ていなかったスキー場を花畑を作ることによって金を作ることによって劇的に変える今あるものを生かすことによって地域って変えられるんだっていう一つの立派な事例だと思いますこういったリノベーションも福島が復興創生を進めていくための大事な視点だと思います 最後、三つ目の視点ですが、それはコミュニケーションです。福島県の人もちろん頑張ります。県民も頑張る。あるいは県庁市町村も頑張りますが、我々だけの力でやっぱり限界があるんですね。多くの方の力を借りると全然その広がりが違います。ということで、あるものについてどんな広がりができたかということを皆さんにお話したいと思います。福島県民が 大好きなソウルドリンクがありますお酒もいいんですが、全世代が飲める、それが、皆さんのテーブルドインに載っている、ラクオーカフェオレです。まあ、一言で言うとコーヒー牛乳ですね。このラクオーカフェオレ、あない方いったらぜひ、あると思いますので、後で飲んでみてください。えー、このカフェオレですね、もともと福島県民は大好きだったで。みんな知ってます。みんな飲んでる。ただ 多分一歩県外に出るとそんなに知られてなかったと思います。ところが今じわじわとこれが広がりが出てきました。それはなぜか。二つ例を挙げます。一つは昨年5月、旧都県市首脳会議、東京、埼玉、千葉、神奈川、あと政令市の埼玉、千葉、川崎、横浜、相模原、この9つの自治体の知事と市長、全員本人が福島県に集まりました。 旧都県市の会議をこのエリアから外に出てやったのは去年5月が初めてです。その時、私は復興牧場に皆さんを連れて行って、この落語のカフェオレだったり、ヨーグルトとか、いろんな乳製品を食べていただきました。そうしたところ、横浜市の林文子市長が、これ美味しい。私好きだわ。横浜市役所でも飲みたいと言ってくれましたで。その結果、横浜市の売店でこのように、 カフェオレの牛乳やあ失礼落語の牛乳やカフェオレを置いてくれるようになりましたで実はこれ非常に評判が良くてですねちょっと今日こうやって皆さんの前で話すので本当に今でも売ってるかなと思ってちょっと電話してみましたそしたら店員さんが出てくれて「あ今は棚にあります」と「ただ」って申し訳なさそうに言うのがまとめ買いしていくお客さんが結構多いので あなたつまり電話してる人間が行ったときにはもうなくなってるかもしれないそこはお許しくださいってなんかすまなさそうに言われましたあ今でも人気持って受け止められてるんだなということを非常に嬉しく思いましたまた相模原市さんも同じように売店で売っていただいたんですがこのように手作りの福島県民のソウルドリンク福島県民がこよなく愛するご当地ドリンク県民賞みたいになってますが こういう手作りの看板も作って売ってくれている。こんなコミュニケーションがありました。そしてもう一つ、全然違うコミュニケーションを紹介したいと思います。福岡県立有明新生高校という高校生たちが、たまたま昨年の今頃、3月頃、先生が東日本大震災について考えてみようという授業をやったそうです。その時、高校生たちが自分たちに何ができるだろう。 いろいろ悩んだ末に見たことないから一回行ってみようということになりました。そこで彼らは自分たちで手作りの花のオブジェ、私が手に持ってるこれなんですが、これを作って、それをショッピングセンターで売って、その収益金を使って自分たちの自力で福島の視察に来てくれたんです。で、彼女たちはいろんなことに気づいて帰ってくれたんですが、その中でたまたま あるサービスエリアで彼女たちが飲んでくれたのがこの落語カフェオレ。いっぺんにファンになってくれました。そしてある女の子はこう言いました。これをお風呂上がりにおばあちゃんと飲みたい。しかもその時身振り付きでこうやって飲みたいって言ったんですね。<laughs> 昭和の方はなんか懐かしいかもしれませんが腰に手を当ててコーヒー牛乳を飲む。なぜかその高校生が知っていてこれを地元で飲みたいって言ってくれました。で、その結果 昨年の11月、この有明区新生高校の文化祭でカフェオレを1000個取り寄せて販売をしてくれたんですが、ちょっと問題が起こりました。評判良すぎて、あっという間になくなったんですよ。で、後で買おうと思ってきた人からクレームが来て、なんでもっと取り寄せてくれなかったんだって、嬉しい悲鳴なんですが、ちょっと叱られちゃったそうです。ということで、今年2月、 先月ですが、改めて販売会を実施してくれて、これも評判よく売っていただいたということです。やはり、落語カフェオレの話から入ったんですが、福岡の九州の高校生が福島のことを思って、まあ、1000個買って販売をする、まあ、そんなことかって思われる方もいるかもしれないんですが、こういうコミュニケーションを図ることで、福島のことをずっと関わっていたい。 って思ってくれる方がやはりいます。我々だけでできない部分は、やはりこうやって応援してくれる方、ファンを増やして、広がりを作ることで、我々の復興は前に進めていくことができると考えています。さあ、時間も迫ってきました。えー、今日は光と影、長い戦い、挑戦というキーワードを皆さんにご紹介しました。そして、挑戦の視点として、革新、イノベーション、 あるものを活用するリノベーション、またコミュニケーションで大きな広がりができるというお話をしました。我々の挑戦は長く続きます。これからも福島県が挑戦権福島、チャレンジ権福島として、まだまだ課題はあって大変なんですが、ぜひ前に進んでいく、そういう思いを皆さんの前でお話しさせていただいて、今日の私のスピーチは一旦終わらせていただきます。 ご清聴ありがとうございましたはい、知事ありがとうございました大変わかりやすくて簡潔にまとめていただきましたありがとうございますそれでは質疑に移りたいと思います、えー、冒頭私の方からいくつか聞かせていただいた上で皆さんに振,る振ろうと思いますまず一つはあの3月31日と4月1日で 避難指示が大幅に解除されて、避難地域が3%ぐらいになりますよというお話がありましたが、避難指示が解除されてもなかなか戻らないという前提で知事もおっしゃってましたが、避難指示を解除されると、戻らない人は自主避難民というか、自主避難者という形にの位置づけになるという受け止めでいいのか、つまり自主避難者になれば、支援の対象ではなくなるというふうにわれわれは 受け止めていていいのか？っていうのが1点目で、2点目は今お話の中で 2f が出てきませんでしたが、え 2f はまだ配信が決まってないと思うんですけど、正式には知事としてはどうやって配信に持っていかれるっていう具体的な道筋があるのであれば、その2点をまずお願いします。はい、坪井さん、ありがとうございます。今2問いただきました。まず、1問目は避難者の扱いの問題であります。 避難者の皆さんの定義の仕方というのは正直難しいところがあるんですがやはり大きく2つ分かります避難指示区域外から避難をされている方々これが一般的に自主避難をされている方と呼ばれていますそしてもう1つが政府によって避難指示を受けて強制的に避難をせざるを得なかった方々ただその中では2つまた分かれて 避難指示が解除された方とまだされていない方と分かれていきますで現在いわゆる自主避難避難指示区域外から避難をされている方々に対する対応が実は今年の春で切り替わります今までは国の制度災害救助法に基づく対応をしていたんですがそれをなかなか延長することが難しいという状況がありまして今年の4月からは県の独自支援に移行して 引き続きき続支援をしてていきたいいたと考えています現在、ちょっとその移行期でありまして、一つ一つの世帯を回りながら、ご意向を伺って、なんとか4月以降、一旦落ち着いた形になれるように、今、努力を続けているところでございます。そして、避難指示区域が解除されるということは、直ちに帰るという話ではありません。したがって、そこからは一定の経過の期間というものがあると思います。 でしたがって、今まで避難指示が解除されたところで今でもそのまま避難指示の状態で戻らない方についても例えば仮設住宅への対応であったりさまざまな支援措置は状況変わっておりませんし特に今年の春避難指示が解除になられるところはまだそこから一定の期間というものが当然必要になると思いますのでそこの点は地元の当該自治体 あと国、関係機関と相談しながらそういう方々がやはり一定のスパンの中で自分たちの判断というものがしやすくなるように対応していきたいと考えていますやはりそういった2つのきめ細かい対応をそれぞれしていく中で避難者への政策というものを続けていきたいと考えていますそしてもう1つは東京電力の福島第二原発の扱いであります福島県は 世界でも例のないような原子力災害を2011年に受けましたそしてそういったものによってそれは過去形ではなくて今現在進行形でも我々はさまざまなマイナスの影響負の影響というものを受けていますであるからこそ福島県内に10基原発がありますがその10基の原発第2原発の4基も含めて全て廃炉にすべきだということを国 東京電力にこの間繰り返し強く求めてまいりましたえまだ結論は出ていませんが我々はこれからも粘り強く機会あるごとに全機廃炉しっかり求めて形にしていきたいと考えておりますはい、ありがとうございますまあ、2つ目のお話はその 気合で何とかなる話でもないと思うので何とか具体化をしていただければと思って聞いておりました、えー、それではあの会場からですね、えー、質問を受け付けたいと思いますので、えー、ご質問のある方は挙手の上、えー、ご所属とお名前を言っていただいて質問を受けたいと思いますがじゃ,じゃあ大西さん あの西日本新聞、有明新生高校の地元のえ福岡の西日本新聞の論説員してます、大西と申します。あのつい先日も、のこの日本記者クラブの視察団の一員として、まさに 1F を見学させていただきました。えー、その時にえーあのに見学だけじゃなくて周辺の 自治体の首長さんとか、関係者の皆さんのお話を聞くことができたんですが、あの最も印象に残ったことがですね、まあ、6年経って、今日も光と影というお話をしていただいたんですが、光の部分で,です、ね、まあ、あれもできた、これもできたと、から3月31日と,月31日と4月1日には、先ほどお話があったように、えー、避難指示区域が狭まると。 と、えー、いうことで、あのーまあ、これが全国のほとんどの人たちの感覚とは思いたくないんですけれども、もう復興は終わったんじゃないかと、いいんじゃないかと、えー、ある村長さんは自分の親戚からもです、ね、まだ避難してんのというようなことを言われたそうです。えー、一方でですね、あのー、逆に影の部分ですけれども、 えこれがまだまだなんですよと、あれがまだできてないんです、から避難指示が解除されるのに、帰ってくる人が少ないんですと <laughs> いうことをあの訴えると、なんで贅沢なんだと、これだけ国がたくさんお金を投入しているのに、早く戻れよと、そういう厳しいい方はないと思いますけど、そういうニュアンスで、 えー、言われることがしばしばあるということで、そういうふうに言われないように、ものすごく気を使って、あのー、いろんなところでお話をされるというようなことを聞きまして、まあ、ちょっとショックを受けたというか、ですね生きがいの人間からすると、そんなことがあるんだなということで、非常にショックを受けたんですけど、まあ、実際に、あのー、福島県のトップとしてですね、 いろんな活動をされている中で,です、ね、あの似たようなお話を聞かれることも多いのではないかと思いますけれども、この光と影という部分の扱いをです、ね、どう,こう全国の人に分かってもらうかという部分で、知事にまあなんかあのお考えというかです、ね、工夫あの気をつけておられることとかです、ね、あるいはもう全国の皆さんにここを分かってほしいと。 えー、思われるようなことがあればとあ口火を切ってお話を聞かせていただければと思います今大事な質問をいただきましたありがとうございます今あの光と影という切り口でお話をいただいたんですがその言葉を実は切り替えますと風評と風化という2つの逆風の問題と根が同義語なんだろうなと思いながら伺っていました、えー、福島県ですね 風評の問題と風化の問題が実は同時に進行しているんです。本来風評と風化って実は対立概念のような感じが私としてはしていて本当はそれぞれが別個であるとなんとなくわかるんですが皮肉なんですが福島はそれが同時に済むんですね。で例えば風評の問題を考えた時例えば福島の農産品をぜひ全国の方に売りたい食べていただきたいと思った時 先ほどの光と陰で言うと、本当は光の話だけしたいです。農産物、基準値帳出てません。安全なんです。美味しいです。食べてください。っていうことだけを、本当は訴えた方がいいんですよね。あるいは観光もそうなんです。でところが、一方で、先ほど前半ご指摘であったんですが、元気になってるよ、大丈夫だよ、安全だよ、みたいな話だけをすると、ああ、福島終わったんじゃん。もうそれでいいよね。 もうあとは頑張ってねって言って突き放されちゃういわゆる風化がぐっと前に進むという側面がありますでしたがって我々さっき首長さんが言葉遣いすごい悩んでるんだ気遣ってるんだっていうお話いただいたんですが全く同じ思いを私も持っていてやはりその影の部分だけ強調してもいけないでかといって光だけ強調してもいけない明るいニュースばっかり言ってると嘘になりますしかといって 暗い側面ばかりを言うと、それもまた本当の福島を伝えきれてないなっていうジレンマを持ってます。ただ今言ってるこの光と影同時に発信するって。アクセルとブレーキ同時にこう踏んでるような感じで、やっぱ矛盾してるんですよね。で、その結果何が起きるかというと、あの今日この場に来ていただいている皆さんはあのベースもよくご存知なのでいいんですけど、一般の方に明るい話と厳しい話。同時にすると。 なんとなく分かったような分かんないようなっていって困惑されちゃうっていう場面が結構ありますでどうやって伝えたら今の福島一番正確に伝わるのかなっていうのは本当に苦しんでますでただ唯一あえて解決策があるとすると実は来ていただくこと観光が一つ大事な切り口になります福島に実際に来ていただく有明新生高校の生徒じゃないですけど来ていただくと 明るい側面もわかります。一方であこんなとこまだ苦しんでるんだってことも分かっていただけるあその両方アンビバレントな状態あるんだよなってことが実感で分かっていただけるのが観光だったり視察だったりするんですねなので今県の皆さんのお手元にも言ってるかもしれないんですが観光パンフレットの表紙が「来て」ってたった2文字そのとにかく来て見ていただければ 何か感じていただけるんじゃないかっていう思いがあってこの風評風化特効薬がなくて発信の仕方は悩んでるんですがとにかく最後によかったら来てもらえないですかっていうことを常に訴えるようにしていますまたぜひ皆さんのお知恵も借りながらより効果的なより良い情報発信を模索をしていきたいと考えていますご質問ありがとうございましたはいありがとうございます他に質問はございますか じゃあその手前まで、えー。こんにちは、えー。毎日新聞の日野です。いつもお世話になってます、えー。すみません。あの、えー、2014年10月のですね、あのー、福島県知事選の立候補者討論会で。 あの内堀知事がおっしゃってたことは、すごい私、いまだに印象に残ってまして、この自然災害と違う原発災害のですね特徴について、時間軸ということをおっしゃってました、これ、改めてまずは、この時間軸っていうのは、一体どういうことなのかっていうのを内堀知事のちょっと認識をまずお伺いしたいんですがやはりあの福島県の場合、その自然災害と、合わせて原子力災害という大きな重荷がのしかかっています。 先ほどこちらのスライドでも見ていただいたんですが福島第一原発の廃炉は現在の政府・東電の計画で30年から40年はかかると言われていますそうするとその間福島県がいろんな意味で例えば避難指示解除がもっと進むとは思いますしかし中間貯蔵施設はご承知のとおり30年ありうるわけですしまた第一原発の廃炉も30年から40年 場合によってはまた伸びてしまう可能性もゼロではない、そういったことを考えたとき、この原子力災害の時間軸というものは、通常の自然災害の回復とは違う長いスパンがかかりうる、またその間、風評も含めて直接的な問題というものが現実に出てきうるんだ、そういう認識を当時も、あと今も続けて持っています。すみませんあの 今日の朝刊で,です、ね、私、記事を書きましてです、ね、これ、は除染と汚染度、それから避難指示解除に関するものなんですが、あのまあ、この6年、まあ、今、えー、住宅のあえて打ち切りといいますが、自主避難者向けの打ち切りと、それから避難指示の解除、それからあと除染がおおむね終了します、まあ、面的除染というやつが、これは6年でのこのです、ねまあ、非常に大きな区切りだと思うんですが、今のこの時間軸の間隔でいうとですね、 あの被災者の感覚と、今、知事が思っていらっしゃる感覚っていうのは、ずれ、えー、がないのかどうかということと、短いと思っているのか、長いと思っているのか、でこれ、まああの、記事にも書きましたけど、汚染度はほとんど運ばれてません、中間貯蔵施設に、今、運び込まれているのはもう 20, 20万トンですから、全体の恐らく、えー、予想される全体像の1%にもいってたない、この状況で解除されるということに関して、非常に抵抗があるようです、これについて、今、どのように感じていらっしゃいますか。 あの非常に大事な質問だと思います。避難指示解除する、しない、いつするかという議論はこれまで先行した川内村であったり田村市の宮古寺桂尾、最近ですと富岡、浪江、ああいった地域において住民懇談会やっている中で今、日野さんがおっしゃったようなやり取りというのは常にあります。で避難指示解除は 基本的には当該自治体と国とがいろんな協議を重ねあとその前段階になるようなさまざまな生活環境インフラの整備をしながら最終的に決めていかれるというプロセスをたどっていますが自治体の首長の皆さんと直接話していますが本当にジレンマ抱えながら悩みながら最終的な決断をされていますそして自治体の首長さんやはりまだ解除早いんじゃないか 時間軸として早いんじゃないかという住民の声もダイレクトに何度も何度も聞いておられます一方でやはり帰りたいという方もある程度おられるあるいは自治体がもう一回復興再生を未来に向けてしていくためにはギリギリそろそろかこう悩みながら最終的に決めていかれるというプロセスがありますで正直原子力災害に対する行政の対応策というのは 絶対的なな正解があるわけではいいと思いますその時点時点で当該の方々例えば中間貯蔵施設は県も当事者として関わっていましたがあれもまさにジレンマですもう見事に大型な迷惑施設そのものですがそれを福島県全体の除染や環境回復を進めるためにはやはり必要なんです言いたくないけど必要けれど一方でそれを ここにお願いしますと言われた大久保二葉の町民の皆さんや知見者にとってはなんで俺たちのところに置くのっていうことにどうしてもなりますなのでそういった中であの問題についても本当に苦渋の決断っていう言葉まさにこれなんだなと副知事・知事として関わりながら思ってたんですがやはりああいったものが今回の避難指示解除の各自治体の首長さんの中にもあったと思いますがやはり 彼らら自身がが悩みながら一つの決断を下しているそれに対して国や県が一緒になってより良い形になるようにしていくというのが我々の今の一つの施策だと考えています。 同じ立候補者討論会の中で,です、ね、内堀知事あの、当時副知事だったと思うんですが、あのー、私はこれ、女性に関しての話だったんですが、私は国の言いなりではないと、タフネゴシエーターとして知られていると、私、今日の記事でも、まあ、仮置き3年、あの中間貯蔵30年ということで、あの内堀さんが当時、関わられた交渉として、まあ、これ、タフネゴシエーターだったんだろうなというのを思いましたが、これ、現実にこれ、3年、30年、かなり。 現実と乖離し始めてますこれについて今あのどのように感想を持ってらっしゃいますか、えー、まず仮置き場3年ということで国の方で一定の方向性を示したことが結果として延長せざるを得なくなってその地域の方々に非常にご迷惑をかけているこれは事実だと思いますで一方で中間貯蔵施設が結局合意形成が遅れた結果がその仮置き場の3年の 問題に直接リンクしていますのでこれはその当該自治体自身の問題ではなくてやはり国あるいは県当該自治体が悩みながらやはり時間がかかりながら解決していったことが結果としてそういったものになっていったと思いますまた30年については国自身が方向性を自分で出してでかつそれを法定化した以上はこれをしっかりと守っていただくということが 国家プロジェクトとして何よりも大切だと考えています私自身もこれからも国に対して30年の法定要件というものをきちっと実行していただきたいということを訴えていきたいと思いますはいありがとうございますあの私も30年は実は守られないだろうなと もう思ってしまっている口がありまして、まあ、法定化されているわけですから、今、知事がおっしゃったように、きっちりと動かしていただきたいんですけど、冷静に考えると、じゃあ、それどこに持っていくんだよっていうのが、私も見えてないもんですから、30年後、まあ、今からもう二十数年後に見えてればいいなとは思って聞いておりました。はい、すみません他に質問じゃあどうぞ 総の吉田と申します。分かりやすいお話をありがとうございました。あの自主避難されている方について一つあの受け止めを教えていただきたいんですけれども、あの今月で自宅の無償提供が終了になります。あの 自主避難されている方をいろいろ今取材してましてそうすると今住んでいるうちから出ていかなくちゃいけなくなっちゃって子どもが転校するからいじめられるんじゃないかと不安ですとか生活保護で暮らしているのであの家賃がこれから払えるか心配だとかあと泣きながら俺たちは知事にもう切り捨てられちゃったんだよって訴える方もいたりあの福島県に直接あの無償提供を継続してほしいとお願いに 行っても知事は会ってくれないんだというお話なども聞きました。あのこういう状況に今自主避難されている方が置かれてるということをお聞きになって知事の受け止めをぜひお聞かせください。えただいまいただいた自主避難の皆さんにへの対応です。1万2000世帯以上の方々が今そういう状態にあられる。で、ぜひ継続していただきたいというしてほしいという声いくつもいただいております。 そういう中で我々も2年ぐらい前からなんですがこのタイミングどうするかということを悩みながら今国の制度を3月で一旦終えてその後県の独自支援に移行していくということで方向性を出させていただいていますでお一つお一つの世帯ごとに状況が異なりますで我々は今全ての世帯を回らせていただいて1回2回3回回っていく中で 9割以上の方々が4月以降、来月以降の方向性をある程度固めていただきました、ただその中でも、それが納得がいって言っていることがすべてとは全く思っておりませんで、また一部の方はまだ決まっていない方もおられますので、そういった方々はまず今月中に何とか4月以降の方向性、固まるように4回でも5回でもご相談させていただきながら、個別に対応したいと思っています。 また、いじめの問題等も今まさにいろんな報道でいただいている通りでありますで。こういったものもまずそれぞれの自治体、教育委員会の皆さんと連携をし、あと、ちょっとそういうところに相談しづらいという場合もあるようですので、 もうちょっと第三者的にお話を聞ける我々の相談の対応窓口も作っていますけれどそういうところで伺ってできるだけ早いタイミングで早期解決できるようなそういう対応を今しようと思っていますあともう一つ4月以降も含めてなんですが今、避難されている先の自治体のご協力も非常に我々にとってありがたいものになっています。 あのそれが全部同じにならないというところでちょっとご迷惑かける部分もあるんですがあの一生懸命対応するよっていう自治体もあられるのでそういったお力も借りながらできるだけこう生活が安定するような形に最大限の努力をしていきたいと思いますはほ、い、かにございますか <laughs> はい、じゃあどうぞ。 あ、あの共同通信の客員論説委員で医療を担当している小川と申します。今日はありがとうございました。あの、私はあの鷹の病院の存続支援についてお聞きしたいんですけども、まあ,あ昨年末委員長がああいう形で亡くなってですね。あのまあ、あの先ほどおっしゃったように、やっぱりあるゴの生かしというのは非常に重要でですね。しかも、あの浜通りの生活再建のためには、医療も非常に重要だと思うんで、あのま鷹、あの病院への。 まあ存続支援委員長がいなくなって、ですねそれを福島県としてどういうふうに具体的に考えられるか、お聞きしたいと思います。ありがとうございます、えー、昨年の末、委員長さんがああいう形になられた後、えー、緊急対策会議ということで立ち上げまして、国、県、広野町、あと病院の関係者等にも入っていただいて、まず当面の緊急の対応というものを、皆さんで真剣に協議を重ねてきました。 その結果本当に外部の方のお力もあって、結果的に常勤の医師をまず確保できた、あと福島県としては、常勤の医師をさらに県から派遣、県立医科大というのがあるんですが、そこから派遣をさせていただき、あと、もともと精神医療をやっておられるというところもありますんで、精神科のお医者さんをまた非常勤ではありますが、派遣をさせていただいて、高野病院がまず存続できる体制というものを整えつつあります。 そして4月以降、ただやはりあの地域、以前の広野町とは違う状況にやはりなっていますので、えー、経営的な面でご苦労がありますので、これまでも実は財政支援、実は決しているんですが、今後とも財政支援を行う、また新たな協議の場を作りまして、その協議の場において、今後、病院の運営、経営をどうしていったら、より安定的になるか。 こういうことをですね、関係者で真剣に議論を重ねながらまず高野病院が存続していけるような方向性というものを作っていきたいと考えています,あと,いますあと合わせて地域医療ですね高野病院だけではなくてやはり他の地域も含めてこれからふるさとに帰ろうという方が一番心配するのは病院どうしたらいいんだっていう部分なんですそこで奈良浜地に経営の診療所を作り またさらに今後、富岡町により大きな二次救急の対応ができる医療センターを作る、あるいは民間病院に戻って再開しようという方をぜひ支援をして背中を押す、こういったことを全体やりながら、あのエリアの地域医療の確保を何としても続けていきたいと考えていますどうもよろしくお願いします。はい、帰るののはは高齢者がが多多いいいと思いますすけどもいいやそこににやっぱり医療のニーズが非常に多いんでですね、はい ぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。はい、えー、そろそろ時間ですが、じゃあもう一方個人会員の太田です。今日はありがとうございました。こん,えとこんにちは。えっ、ー、とこんにちは。えっと先日ですね、南相馬の相馬の菊池製作所というところ行きまして、はい、えっと以前は520人の従業員が、えー、別の会社でもう3.1ですぐその会社。 えー、どこか行っちゃったわけなんですけれども、<laughs> 今、菊池政策20人ということで、ロボットスーツを作っているので、増産しようと、しかも人がいないということで、今日の知事のお話ですと、雇用創造政策っていうのが、なんか抜けてるような気がしてで、その避難の人が帰ってくるためには雇用と生活、今の米もそうですけれども、そのあたりの雇用創造政策についてですね、お話を伺いたいと思います。まあ、特に村の ええー、板手、板手村の村長は、いろいろ、あの、企業。人が来てほしいんだけども、一円に全部人が取られてる、三千五百人ぐらいの県民が取られてる、ということで。この辺の雇用政策に、想像ですね。これについて、どう考えていらっしゃるのか、教えてください。ありがとうございます。非常に、実は、大事な質問をされていまして。あの、雇用政策と、産業政策、裏腹の関係にあります。で、後、さかつ、それが、あの、故郷に帰っていただいて。 まず自分の生計を立てるため要は経済的な地盤を作るためにも非常に重要だと考えています先ほど例えばイノベーションコースト構想であったりいろんな新しい産業をぜひ伸ばしていきたいと言っているのは正直あの地域の産業は今相当厳しい状況になっていますで人口が南相安もそうですが簡単に戻らないんですよねしかも構成が相当年齢が上の方に偏っておられて 若い世代や家族、子どもたちを持つ世代が少ないという、こういう傾向があります。だからこそ、若い人たちにとって魅力のある産業であるとか、企業を創出して、そこで働いてみませんかということで、雇用を生み出すということを今一つ考えています。あともう一つは、やはり地元で今、生まれて育っている子どもたちがいます。特に高校生生あるいは大学生もそうですが そういった方たちが地元の企業に興味を持って働いていただくことが非常に大事です。今年の春から小高産業技術高校という新しい学校を開校させます。2年前には双葉未来学園高校という学校を作りました。そういった子たちが地元の企業でこんなに面白い企業あるよ、将来性あるよ、働いてみないかということとセットで高校生のキャリア教育、 あるいはインターンシップもやりながら地元に定着して残ってこの夢のある仕事をやってみようと思っていただけるあるいは大学生で例えば理系の学生さんだったりとかにもぜひインターンあるいはワーキングプログラムを作りましてこういう企業で働いてみるのどうだいっいう訴えかけをして雇用を確保するこういうことを一つ一つやりますただ実は風評の話と一緒で雇用政策も特効薬なかなかないです 正直全体的に人手不足な,んです、ね、なので今あの産業の話しましたが例えば介護とか福祉人材も全然足りないんですお医者さんも足りてませんけど。 でとにかく福島県内必要なジャンルでの人が足りないっていう慢性的なそういうい不足状況があるのでそういったものも含めて働いていただけるようにいろんな訴えかけしていますがまだ十分結果が出ていないというのは事実ですのでもうちょっとなんか新しい知恵や工夫もしながら頑張っていきたいと思います。あありりりががととうううごござざいいいままますは知事どもししたた時間になりましたのでで、えー、これで 終わらせていただきますあの今日は知事に記号を書いていただきまして、復興・創生に向けて朝鮮県福島というふうに書いていただいて、ます先ほど朝鮮県チャレンジ県とおっしゃってましたけど、あの長い戦いとご自身でおっしゃいましたが、私も47都道府県の知事の中で最も厳しい立場にいらっしゃる知事だと思いますので、長い戦いを勝ち抜いていただくよう、ご検討をお祈りしまして、今日はお礼を申し上げます。で最後にあの 記者クラブのネクタイを差し上げて終わりたいと思います。どうもありがとうございました。ありがとうございました。皆さん、今日はどうもありがとうございました。どうもどうもありがとうございました。私。ま